とドライバーの豊田哲郎です。基本的に優しい人ばっかりで、まあ、楽しくワイワイ喋りながらやってます。はい、うちの会社もまあ人手不足にちょっと大変悩んでまして、一緒に働いてくれる人を探しています。30代から50代が中心なんですけども、まあ、若い人も入ってきていただけるともっとこの会社の活気が出ていいのかなと思いますので、若い人へのサポートもしっかりできる体制はできてますので、来ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ドライバーの伊藤達樹です。もともと別の仕事してて、でもこの仕事、こういうトラックの仕事やってみたくてね、人をやりたくて、友達がこの会社にいたんで誘ってもらって始めました。いろんな場所に行くんで、そこが楽しいですね。いろんな知らない道とか通ったりして、ここが一番良かったと思います。車が好きな人とか運転が好きな人とかはすごい向いてると思うんで、僕と誰か一緒に働きましょう。よろしくお願いします。ドライバーの高松正弘と申します。渋滞がないまあ走りやすいまあ人とそんな触れ合うこともないんで、まあ、自分のペースでやれるっていうのが一番のあれだと思いますね。はい、まあ、やりやすいように自分のペースでできる仕事だと思うんで、ぜひ当社によろしくお願いいたします。厚木営業所所属平塚事業所所長の吉田隼人と申します。よろしくお願いいたします。と弊社の場合でいきます と昼勤帯の方はセンター別、大きな、まあ、大きなセンターですね、センターごとに配送するっていうスタンスが多くて、夜勤のところでいけば店舗各スーパーさんだったり各個店だったりっていったところの部分の配送が多いんじゃないかなと。未経験の人たちが入ってきたとしても初めてなんだからしょうがないよねっていう感じのもと、先輩等々が丁寧に教えてくれるような環境づくり目指してまして、でそれに伴ってそういうのを体現できている会社だとも思いますので、新しく入ってきていただいた方に関しては非常に働きやすい環境ではないかなと私個人には思っております。一緒に頑張ろう。株式会社 A ラインエクスプレス次長の佐藤由紀と申します。よろしくお願いします。主に食品と成果物の配送、それから成果物の倉庫内仕分け作業を行っています。社名であります A ラインエクスプレスの A という頭文字にはありがとうという意味が込められてまして、従業員同士もそうなんですけども、お客様に対して感謝の気持ちを忘れずに仕事していきましょうということで、ありがとうの A になってます。平均年齢も上がってきてますので、これからどんどん若い人にも入っていただけるような、やっぱり免許取得支援も行ってますので、どんどん新卒の方でも最初は免許、トラック乗れる免許なくても作業するっていうこともできますので、そこから免許を取ってドライバーやっていただくってことも十分できますので、どんどん入っていただけるような会社にしていきたいっていうふうに思ってます。ドライバー求人サイトのドライバー。